はい、どうもこんにちは。今日はですね、ウクレレを初めてちょっとどういう感じで弾いてるかっていうのを見せたいと思います。最近ですね、インスタグラムなんかが流行ってて、おしゃれぶってる女子がとても多いし、僕もそのうちの一人なんですけども、ね、美味しい料理を食べてそれを撮って、まあ、1回でね、10枚とかあげればいいのに10日に分けてアップするっていうね、かなり毎日食べてます的な大嘘を張ったりインスタグラムなんですけども、まあそんな感じで今日はですね、おしゃれぶって弾くじゃないんですけど、僕ハワイアンとか全然わかんないんですけど、ハワイアンっぽく弾く方法をですね、ちょっと皆さんに教えたいと思います。と、今日はですね、やりたい曲が新井由美さんの優しさに包まれたならという魔女の宅急便の代表曲なんですけども、主題歌なんですけど、その曲を普通に歌うよりもウクレレでね、簡単に弾く場合はちょっとこうハワイアンチックにね、こう歌いたいじゃないですか、海にいるような感じでね。というわけでちょっとやってみたいと思います。今日ちょっと本当はハワイアン着るつもりだったのに間違えちゃったな。じゃあちょっと行ってみましょう。という感じで、弾いてみたんですけども、コードとかですね、結構難しいっていうか思われる方がいるかもしれないんですけど、ウクレレは非常に簡単です。ギターに比べてね、弦が4本しかないし、コードも制覇とかそんなないです。で、僕の場合は正直歌いやすいコードで歌ってるだけで、難しくしようと思ったら結構難しいコードとか常に制覇とか出てくるんです。特にウクレレは基本的にカブをつける楽器ではないので、なしでやるとなると結局その知ってる歌の原曲とかで合わせようとするとかなり難しくなってしまうことが多いので、僕の場合は皆さんご存知かもしれませんけど、ユーフレットというサイトでですね、何々コードってやるとすぐ出てくるサイトを使ってます。で、僕が今弾いてる基本は F で弾いてるんですけども、 F から始まって GEm7Am7 という形でやってます。もう押さえ方は皆さん調べてると思うんで分かると思うんですけど、もう書いてあるんですね、コードがサイトに。で、まあ、F で始まって、コード的には F で Gm 最初ですね、 FGm なんですけども、右手のリズムがちょっとハワイアンチックにという話ことを言ったんですけども、スッチャッカスッカチャッカスッカチャッカチャッカチャッカスッチャッカ
ムをまず右手でできるようになると早いかもしれないです。あとはこれに合わせて、でこのテンテテンテンみたいなのはこの G マイナーのここ、やべ、前から立っちゃったの3フレット、ティンティンティタンタンティンティタンタンです。ティンティタンタンです。ここ押さえたままです。でやってます。チャカチャカチャカスカチャ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 ンチャチャンカチャカスティンティタンタン、小さいって始まるんですね。はい、でこれ右手もそうなんですけど、まあ、コードあとも歌いながらっていうのが結構難しいと思うんですけど、まあ、右手でそれで覚えちゃえば、あ、歌うのも自然とね、耳に入っていれば出てくると思うんで、そんな感じで僕はやってます。はい、なのでコツはそうですね、この曲はとにかくリズムですかね、をちゃんとこう刻んで自分でやればそんな難しくないかなとは思います。ちょっと A フラ、あ、ごめんなさい、 A シャープっていうコードとかも出てくるんですけど、これもまあやってればできるようになるコードです。特別難しいとこはないです。まあ、強いて言うなら、まあ、歌に何引っ張られてギターが遅くなるとか、ギターじゃねえや、ウクレレが遅くなるとか、ウクレレに引っ張られて、ね、歌がその思うように歌えないとかいうのはちょっともったいないので、そこをねしっかり練習すればいいかなと思います。というわけでちょっとこれフルで歌いたいところなんですけど、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。みんな頑張ってね。バイ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 。Thank you for watching this video. Please subscribe. チャンネル登録よろしくね。